ここからはレッズレディースを紹介するコーナー。今回登場するのは清家選手と北川選手。今一番のお気に入りは？浦和レッズレディースフォワード11番の清家彦です。私のお気に入りは愛犬のあんちゃんです。あんちゃんは誕生日が私と同じでとても落ち着きはないですが可愛いです。チャームポイントは興奮すると耳が裏返ってしまうところです。続いてはプレイヤーとしての能力が試されるタイムトライアル。リフティングをしながらコーンを回り、ドリブルからシュートまでのタイムを競う。果たしてレッズレディースの点取り屋は何秒でクリアするのか。スタジアムでは私のゴールに注目してください。最初の挑戦者清家選手のタイムは15秒07。北川選手はこの記録を超えられるのか。浦和レッズレディースミッドフィルダー14番北川光です。私のお気に入りはこの香水です。私は結構匂いにこだわりがあるので、香水を 5種類ぐらい持ってるんですけど、その中でもこのローズの香水はお気に入りです。遊びに行ったりするときは必ずつけるし、試合前にもつけます。闘志あふれるレフティー北川選手の挑戦。華麗なボールさばきでリフティングをクリアし、トップの14秒06をマーク。今後この記録を抜く選手は現れるのか。では再び対談へ。2人にとって理想の指導者像とは。ナンマはどうすんの、この指導者。指導者の勉強も一応 B まではね、選手の時取ってて、そう、今 A の希望も出してるんだけど、ただ指導実践も今までしてきてないし、ただそのライセンスで指導実践する機会っていうのがまた育成普及のところで、特に育成で生まれるから、まあ今自分がやりたいことは、まあ FC 東京のその組織をいろいろつなげていくというか一つになる。で、自分みたいな立場がまたそういった育成の方で選手たちと、あと指導者のコーチたちと関係性を持てるっていう部分でいうと、まあちょっと A級のところは楽しみな部分もあるし、現場を知った上で今クラブのこともちゃんと理解して、クラブのことも理解しながらまた現場に戻っていくっていう、まあまだ選択肢としては決まってはいないけど、まあこういう監督が理想、なんかいいものをなんか全部取り入れちゃうじゃないですか。なんかだからこそいろんな監督とこうやれると引き出しが増えるというか、まあ今やってる監督さんたちもみんなそうやっていろんな指導者の方と出会って自分の形を作ったと思うんで、そう考えるとなんかどんどんいい指導者が出てきたらいいなって思うよね。いろんな監督とやった人が、理想ね。オシムさんじゃないの？いや、だってさ、まあ、理想がオシムさんと思ってても知ったとしても、それを目指してできるものじゃないじゃん。そうだね。だからそういう良さというか、こうやってきたことをこう入れつつも、結局はやっぱ真似って言ったら変だけど、同じことをやるって結局無理だと思うんだよね。だからその中でこう自分の考えだったり、自分だったらこうだなっていうチームを作った方がいいのかなっていう勝手なイメージとしては思うから、いろんないい監督いて、まあ楽しかったけど、全部ね取り入れると本当ごっちゃごちゃになっちゃうから、そうだね。それだけやっぱ長くやってるし、いろんな知識がある中で、逆を言えば難しくなるのかもしれないよね。だからなんかその中でこうね、自分で考えて自分なりのアイデアだったり出たら、それがね、それをやればいいのかなとも思ったりもするし。